神様見習い秘密のココタマ、ココタマ大図鑑、ポークの神様モグタン。ふぅ、腹ペコリータ。僕はフォークの神、モグモグのペコリータの御子とモグタンだぐ。僕は食べることが大大大好きなんだぐ。あんまりたくさん食べるから最初みんなは心配してたんだぐ。まだまだ腹ペコリータ。僕の食欲にはキラリスの魅力も全然効かないんだぐ。メロリーの歌も全然関係ないぐ。またねなの。僕の尻尾はフォークの形なんだぐ。どんな食べ物もすぐに見つけられるぐ。ダメ、スーパーには連れて行けないよ。絶対見つからないように気をつけるぐ。行けたい行けたいんだぐ。スーパーモグタン、スーパーは本当に危ないから連れて行けないの。お願いだから分かって。食べ物がいっぱい置いてあるスーパーにどうしても行きたくて、心に内緒でついてっちゃったんだぐ。試食のウインナーがすっごく美味しくてついつい食べ過ぎちゃったぐ。食べるだけじゃないぐ、僕は料理を作るのも大好きなんだぐ。僕の部屋には冷蔵庫やキッチンがあっていつでも料理を作れるぐ。お餅の上にチーズをたっぷり乗せたお餅ピザだぐ。いただきます。みんな僕の料理をいつも美味しく食べてくれるぐ。みんなが美味しそうに食べている顔を見るととっても幸せなんだぐ。僕の魔法は何でも美味しく食べられるようになる魔法だぐ。ココーンぽいぽいココタマ、もぐもーもぐたーもぐもぐっぺー。ココロ召し上がれ。任せるく。おいしく食べられる魔法をかけてあげるく。僕の神様モグタンだく。ふぅ、腹ペコリーター。ねえ、知ってる？物にはみんな魂があって、大切にしていると見習い神様ココタマが生まれるの。見習いだからまだまだハラハラしちゃうこともあるけれど、ココタマたちとの生活は時々ワクワクがいっぱいなんだ。神様見習い秘密のココタマ、テレビ東京系で毎週木曜夕方5時55分から好評放送中。絶対